キャプテンは、ウィリアム・ベイトリー設計のカナダ七7 4門三等戦列艦。1787年1月26日に、ライムハウスで浸水した。フランス革命戦争の初期、キャプテンは、地中海艦隊に属しており、ナポレオン・ボナパルトが名を挙げた1793年のトゥーロン後為戦に占領部隊の一席として参加した。1 7十六年六月、 ジョン・ジャービス提督の命で、保冷所・ネルソン艦長が、アガメムノンから転属した。ネルソンは、ナポレオンの北イタリア侵攻に対して、リボルノ沖に配備された最初の戦隊の指揮を取った。また、9月には、コルシカからのイギリス部隊の撤退を統括した。1797年2月、ネルソンは、ポルトガルの南西端であるサンビセンテ岬の西25マイル地点で、 ジャービス艦隊に交流し、そして2月14日にスペイン艦隊を撃破した。このサンビセンテ岬の海戦は、ジャービスとネルソンの名を世に知らしめることとなり、ジャービスはセントビンセント伯爵となり、ネルソンはそのイニシアティブと大胆さによってバスクン爵士に除せられた。この戦いでネルソンは、そのままではスペインの主力艦を取り逃がすと判断するや、キャプテンを下手回しさせて、 戦列を外れ、はるかに大きなスペイン艦に攻撃を仕掛けた。キャプテンは、スペインの機関、4層の艦板236門の方を備えたサンティシマトリニダーと交戦した。続いて、スペイン艦、サン・ニコラスと交戦したが、同艦は、イギリス艦、エクセレントの原則砲火によって、戦闘不能となると、スペイン艦、サン・ホセに衝突した。 キャプテンもほとんど相関不能に陥っていたが、ネルソンは艦をサンニコラスに横付けさせ、それに乗り込んだ。サンニコラスが降伏すると、ネルソンは部下に、それを通り越して、サンホセに乗り込むよう命令した。その結果として時間より、大きな二隻の敵艦を捕獲することになった。この戦闘は、一等艦捕獲のためのネルソン特許卿として、ネルソンの名声を不滅のものとした。 キャプテンはイギリス艦隊で最も長い間激戦の中にいたので損害もまた艦隊で最も深刻だった。キャプテンは修理後に最終益し1809年にマルティニークの占領作戦に参加した。1809年後半には港湾部隊に編入され1813年プリマス軍港で浮き船格とする作業が進められている時に失火で消失した。 ありがとうございます。